100% 落ちるじゃないですか。あ、そうですよ、100% 落ちるやつ。どうも、しゅんです。こんにちは。立教4年の岡崎美久です。ワンキャリアの田田と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、ということでですね、今日はワンキャリアのキャリアアドバイザーの田田さんに、今日は僕たちの ES を見てもらおうということで、ここで、田田さんに提出をして読んでいただいたフィードバックをもらおうかなというふうに思っております。では、よろしくお願いします。はい、失礼します。お願いします。じゃあまず僕から判断をしていただけたら嬉しいなっていうふうに思うんですけども、こちらの札を。わかりました。結論からですか。結論から言うと×です。わあですよねですよね。どういったところが、基本的にエントリーシートって分かりやすいかどうかで結構判断されることが多いですよ、はい、なのでまずそもそも分かりづらかったです。わあ。福田さんの具体的に話すと、はい、そもそも目標ないです。今までの人生で一番頑張ったことみたいなところで、はい、コンビニに来るお客さんには他の飲食店に比べて態度が悪い人が多いと感じていました。これは現状なんですよね、はい、現状の話なんですけど、はい、でここからずっと見てるんですけど目標がないんですよ。なるほど。で最終的には常連客のお客さんの態度が向上しましたっていう結果と、はい、あとは売上が 15% 向上しましたっていう結果と、はい、あとは最終的には商品の配列や観光客向けの勝利品の仕入れなどを任されるようになりましたっていう、この3つの結果があるんですね。はい。ゴールが何だったんだろう。ああ、まずそもそも確かになかったですね。そもそものゴールがないので、これって売上、お客さんの態度の向上、はい、そもそもなんか自分の地位の向上なのかっていうゴールが全くわからない状態で、その現状をとのギャップがわからないんですよ、うん、なので課題の中はわからないんですよね、うん、で課題が全部抜けてるんですよ。全てが抜けているっていう目標。やばい。そうなんですよ。 100% 落ちるじゃないですか。そうなんですよ。 100% 落ちるやつ100% 落ちるやつなんですけどやばいな。そうですよ。まあこれ業界によっても違うんですけど、はい、ただこの構造でビジネスマンを見てるので、うん、分かりやすいかどうかってそこで決まります。でその配列を変えたって話で、はい、その観光客が多いコンビニエンスストアだったんですか。そうですね。なるほど。近江町市場の一番近いセブンイレブンでした。なるほど。それって現状に書いてますか、このエントリーシートの中に。書いてないです。前提条件が抜けてるんですよ、つまり。うん。だから書きたい構造に対して相手に伝わる前提知識っていうのが抜けていると、うん、そもそもそれが課題なのかってところが認識しづらくなる、うん、エントリーシートを読んでる人ってどちらかというと想像しながら、自分がその立場だったらどんな課題がありそうかなっていうのを想像しながら見て、でそれに対してどういうふうなモチベーションで動機でやって、で結果どういうふうになったのかなっていうのを想像してやってるので、うん、そうなってくると課題が抜けているし、その課題の深掘りも甘いし、で施策が打ててないっていう風に判断されて落ちちゃう。終わったよ終わったよ。改善の余地がいっぱいある。そうなんです、うん、はい、っていうのが学生時代頑張ったこと、はい、で、あとは結果のところも常連、ちょっと待ってください、メンタルがちょっとちなみになんですけど、はい、そのビジネスモデルを一番やっぱり重要視するとか、うん、一番そこを重視してるのってどこの業界なんですか。特定の業界はないんですよ、実は。コンテンツ、内容を重視する業界もあれば、例えば広告さん、広告の代理店さんであったりとか、あとマスコミさんとかはコンテンツを重視したりするんですけど、基本的に他の業界、全業界、大体分かりやすいかどうかも。で、分かりやすいことが前提なんですよ。で、就活生何千人も見てるんですけど、エントリー賞見てるんですけど、分かりやすかったのは5人ぐらいなんですよ。ってことは、分かりやすいかどうかで抜きんでるんですね。あ、続いて岡崎さんのフィードバックをお願いします。はい、はい、ヨガですよね。ヨガで言うと丸です。丸です。なんでですか、それは。はい、丸私、ちなみに何点ぐらいですか。これ難しいですよ、はい、実は業界によって違うんです、はい、マスコミ系だったら80点以上あります。おお。ただ他業界で言うと50点ぐらいです。まあ具体的に言うと、バイオリンを弾き続けていることです。一度やると決めたらとことん突き詰める人間です。で5歳から始めたバイオリンを気づけば総演奏時間1万2000時間を超えましたっていう話
で、どんなに疲れていても1日4時間以上の練習は絶対に怠らず、今では一度聞けば楽譜が なくても弾けるまでになりました。すごいいい話じゃないですか。すごい頑張ったっていう。だけどちゃんと課題を認識してそれに対して BDC を回せる人なのかなっていうふうに考えてるような企業さんもあるので、それを見たら落ちちゃう企業さんも出てくる。でそのスポーツの要素とかをちゃんと言語化することが大事で、もうひたすらに筋トレ頑張りましたって言われても、あのそうかってなるじゃないですか。え、自分がやられたらどうですか。そうですね、うん、まあ熱意はあるっていうのは伝わるけどそうなんです。確かに結果出すかってのはまた別かもしれない、ね、そうなんです、そうなんです。あの他業界だと落ちてしまう可能性がある。マスコミとかだとコンテンツがすごく重要なので、あのこのバイオリンを弾き続けている感性が豊かっていうみたいなところも多分面白いと思ってもらえると思いますし、あとはそのラジオ番組の話があって、で真っ白になった時の話で、自分がその放送事故の一歩手前のところですごい準備されたんですよね。準備されてトークつなげてっていうところのハプニングみたいなところもあのすごい個性があって、多分コンテンツとして良いっていう風に話されて通る可能性があります。まあこの字数にもよるんですけど、成長を実感できることとかっていうのは、まあ、突っ込まれやすい要素になるので、面接ではあの成長を実感できるってどういう環境であれば実感できるのかってところはちゃんと考えておいた方がいいかなと思いますし、なんかそこをあの言語化できていないと落ちちゃう時もあるので、字数が大幅に増えるとそこをちゃんと言語化していかなきゃいけない。そうです、そうです。成長を実感できるっていうのを過去の経験に紐付けて喋っていかないといけない。成長実感した経験で、その環境って抽象化するとこういう環境で、でこういう環境だからこそ自分が成長実感できたんで御社を志望してますっていう志望にもつなげるのです。だからなんか自己分析とかって言ったりするじゃないですか、はい、これ僕のノートの中にも書いてるんですけど、自己分析にすると非常に大事なのは過去の経験の環境、どういうふうに自分がその環境においてパフォーマンスを上げてきたのかとか、うん、どんな環境だったら自分はパフォーマンス上げやすいのかとか、環境でちゃんと整備をしていって、自分がどういう環境であればパフォーマンス上げれる人なのかってところを定義していく。で企業側の環境もちゃんと整備していくと、それがマッチ、ミスマッチっていうのが分かってくる。それをちゃんと言語化していかないといけないですね。でそれをやってる人が非常に少ないです。確かに環境、自分の環境を分析して会社の環境と照らし合わせて一緒って言えたら結構そうなんです、いいですね。納得するそうです、まあ、ビジネスにおいても暗黙知を形式知にするっていうのがすごく価値があるっていうふうに言われていて、うん、曖昧だったものをデータで可視化していくとか、そういう要素がすごく重要になってくるんですけど、それってあの就活業でも同じだなと思って、暗黙知、自分が語れない部分をちゃんと言語化して、でその言語化をすることによって言葉って力があるんで、最終的にこのキャリアを選ぶっていうときに自分はなぜこの会社を選ぶのかということをちゃんとはっきり言えるっていうのはすごく大事かなと。うわ、メンタルが戻ったので、あ、わかりました、はい、わかりました。いろいろあるんですけど、はい、あの結構前提、はい、あのすごいライティングってすごい大事で、日本語がおかしいっていうのが結構多いんですよ、就職活動者の NC と見ていて。例えば手におはの位置がおかしいとか、うーん、あ、もちろんそこいうところで、大学時代は何度かのイベントの立ち上げをしてきましたって、日本語大丈夫ですか。いくつものとかに変えた方がいいってことですか。そうですね、大学時代はいくつものとか、あるいは数、うん、10回程度以上とか、10回以上とかのイベントの立ち上げをしてきましたっていうふうに書いた方が分かりやすいです、うん、はい。で、そうですね、あとは他にもあるんですよ、はい、問いは何かっていう問題で、はい、これ結構大事です。問いが何でしたっけ。問い3つあるんですよ、はい、あなたのモチベーション厳選マット、はい、反対にモチベーションを下げる厳選マットと、はい、モチベーションが上がらないときはどうするっていうのが3つなんですね、はい、で、1つ目は答えてくれてるんですよ、よく人と比べてしまう性格ですと。どうでしょう。問い答えてないですね。あ、そうです、はい、その点が結構やばい。うん、確かにです。やばいですね。これ前提なんですよ、本当に、はい、これ前提なんで、日本語ができているかっていうところと、あと分かりやすいかっていうところと、あと現状の話で言うと前提条件がちゃんと揃っているかどうかっていう、この3つぐらいがすごく重要ですね。で、まあ、具体的に具体的にしすぎると字数がいっちゃうので、どこを抽象化するか、どこを具体化するかっていうところの文字の切り詰めっていうのを最終的に遂行するっていうのが最後のエントリー紙の仕上げの部分かな。
いや、僕めちゃくちゃ提出した時に自信あったんですけど楽しいですね。いや楽しいでも、まあ、前向きに捉えてちょっと改善したいなっていうふうに思ってます。ちなみに僕のなんてエントリーシートの点数は何点ほどでしょうか。そうですね、5点ぐらいです。伸びる余地は全然あります。よかった。あります。じゃあ1から出直します。はい。